Entry number 7. 買うべきか買わざるべきか。To buy or not to buy. Gabby Ricker.紹介いたします。皆様の日常生活のマストアイテムです。自撮りを楽しむためのカメラは以前の方と同じです。ワイヤレス充電ができるようになりましたが、サムソンはもうとっくにやってますよね。そしてヘッドホンジャックは相変わらずついていません。つまり前の製品との違いには皆様は全く気がつかないでしょう。私は電化製品の小売店でバイトしています。製品やそれにつける保証書を売るのが仕事です。皆さんご存知でしたか？携帯やスマホ、パソコンは意図的に寿命が短く製造されているんです。そして裏の蓋が外せず壊れてもわざと直せないようにできています。車が故障したら部品を取り替えますよね。でも携帯やパソコンをわざわざ修理しようという人はいません。壊れたらアップグレードしたくなくても今のを捨てて新しいのを買うしかありません。それで小売業者は利益を得るというわけです。特に絶対使わない保証書をお客様に売るとマネージャーは褒めてくれます。クリスマスの直前にこんなことがありました。あるおじいさんに孫娘にラップトップをプレゼントしたいので選ぶのを手伝ってほしいと言われたのです。このおじいさんはあまりお金がなさそうでした。でもマネージャーの言う通りに私は一番高い MacBook をおすすめしました。どれを選んでも同じようなものなのに、それがどんなにいい製品か熱を込めて説明したら、おじいさんはずいぶん迷った挙句買う決心をしました。お金がないから結局は高くつく12ヶ月の分割払い、さらに全く必要もない保証書を買うことにも同意させました。何にも知らないおじいさんにありがとう、おギャビさんがいなかったらこんな買い物はできなかったよ、本当にありがとうとお礼を言われた時には罪悪感で思わず吐きそうになりました。私は幼い時からずっとガス代や電気代も時々払えないような家庭で育ったから、お金の大切さは身に染みてわかります。電気代と新しい携帯とどちらが大事かといえば答えは明らかでしょう。お客様を説得して入りもしない商品を売りつける消費第一主義の世の中に踊らされている自分に嫌気がさし、ここから抜け出したいと思っています。では皆様思い出してください。ライフフォン1です。そう、皆様の最初のスマホです。それを手にした時どれだけ嬉しかったか覚えていますか？そのスマホにはどんな思い出が詰まっていますか？え、少し傷がついている。でもまだ使えるんでしょ？アップグレード本当に必要ですか？人生そのものも同じです。一歩下がって深呼吸して考えてください。その大切なものを本当に捨てていいんですか？ありがとうございました。